皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきます。はい、ということで本日は総合値を、全選手まとめていきたいと思います。判明した選手全部選手っていうことですね。なので、まあ、一部選手はまだね、不明なところもあるんですけど、判明した選手は、全部まとめましたので、今回紹介していこうかなと思います。基本パートナークラブ5つですね。はい、バルセロナ、バイエルン、ユベントス、ユナイテッド、アーセナルの5つになりますので、こちらをね、基本的にはチェックすることになります。はい、そして今回の e フットボールなんですけど、フォーメーション画面の数値のところ、適性のないところだったりとか薄い適性のところに置いてしまうと表示される数値の方が下がるということなので、例えば登録ポジションじゃないポジションで、本適性がある選手は一応総合値の方は同じ数値になるということなんで、その辺も今回は加味して、今回数値を表にまとめました。なので、適性が大きく下がってるっていう選手は適正のところに置かれてないということですかね。はい、ということで、早速パートナークラブ5クラブ一気に見ていきましょう。はい、ということで、まずはマンチェスターユナイテッドから見ていきましょう。前回の動画で紹介した選手もいるんですけど、そちらも一気にまとめていきます。まずゴールキーパーでヘア変わってません。ヘンダーソン変わってません。ヒートマンに下がって75、バラン1下がって86、マグアイアに下がって83で金降格、リンデレフは1下がって80、バイリーは1下がって78、フィル・ジョーンズ変わってません75、ワンビサカ下がって80になってのマイナス3、ダロットは77、ルークショーに下がって82、アレックス・テリスは4下がって80、右側行ってマティッチは変わらず79、ポグバは CMF に置くと85ということなんでマイナス1、フレッチは、こちらもマイナス1の80、そしてマクトミネも1下がって81、ブルーノ・フェルナンデス1下がって87、リンガード1下がって80、サンチョの方は一応画面上では右サイドハーフだったり右ウィングでの使われ方で画面チェックできたんですけど、83でしたので、まあ、基本的にこの辺の適性あると思うので、これはまあどのポジションになったとしても83になってるんじゃないかなということで、一応金降格ですね。ラッシュフォードに関しても一応画面上は左ミッドフィルダーでの確認しかできなかったんですけど、規制があると思うので、こちらも同じくマイナス382の金降格でいいんじゃないかなというところです。ランガは逆に5上がって71ということで、これは同昇格になりました。ロナウドは2下がって90ですね。はい、続きましてユベントスいきましょう。まずチェスに1下がって85、ペリンとピンソーリョ変わってません。デリフト87、キエッリーニ、ボヌッチ84、ルガーニ79、ダニーロ82、デシーリオが2上がって78、アレックス・サンドロ変わらず82、ペッレグリーニも変わらず75、ザカリア、ロカテッリ変わってません83、アルトゥーロ82ですね、マイナス2、ラビオ変わらず82でした。ベルナルデスキ81、クアドラードはちょっと登録は不明なんですけど、まあ、83、右サイドハーフ置かれてまして83でしたので、まあ、登録がちょっと変わったとしても83は変わらないかなっていう感じです。ディバラ87ということで1上がってました。ブラホビッチ、3上がりの85の黒昇格、モラタ83、モイズキ79、この辺変わってません。はい、そしてバイエルンがちょっと確認できる選手が少なかったんですけど、昨日紹介したまんまなので特に紹介することはあんまないんですけど、ゴレツカとミラーに関しては多分ポジションは変わってなくて、ちょっと配置の関係で、ちょっと置かれてるところは違いましたが、おそらく総合値変動ないと見ていいと思います。はい、続いてバルセロナです。まずは手足低減87、ネト82ですね。ピケ1下がって84の金降格、アラウホ4上がって81の金昇格、ラングレマイナス4の80、ウンティティマイナス3、78で銀降格、デスト、アウベス80変わらず、ミンゲサが右サイドバックに登録変更の75のまま、ジョルディアルバ変わらず85、ブスケツ86、フレンキー・デヨング87、プッキは76で、ガビに関しては一応OMF で置かれたりとかいろいろあったんですけど、まあ、OMF で79は確定しましたので、まあ、ポジションが逆にまあ CMF だったりとかするかもしれませんが、銀昇格はとりあえず硬いかなということで10上がりです。ペドリ80に変わってません。プッキなぜか2つ出てますが特に意味はありません。フラントーレス1上がって83、アダマトラオレ変わらず、デンベレ変わらず、オーバメヤンマイナス2の83で金降格、まあ、この辺はちょっと移籍前とかので多分能力反映してるんでまた変わるかもしれないですね。デパイ、ルーク・デヨング変わってません。はい、最後アーセナルです。アーセナルは昨日の動画で全く紹介してませんので、ほぼ初出しかな。結構金昇格が多くてなかなか評価されてる選手とあれっていう選手もいますが、まずゴールキーパーランズデイル、もしくはウィニングレブンだとラムズデイルかもしれない、登録名がちょっと怪しいですが、6上がって82の金昇格、レーノはマイナス3の81、マガレアンイス1上がって81、
ベン・ホワイト1上がって80の金昇格、ホールディングも1上がって79、冨安選手3上がって80ということで金昇格と、あとは登録センターバックから右サイドバックに変更ですね。セドリック・ティアニー変わってません。ジャカ1下がって82、パーティー1下がって83、ロコンガは2上がって78、サッカーポジションが逆になりまして、右サイドハーフ登録82から83の1上がり、デゴーはマイナス1の83、マルティネッリなぜか青で表記されてますけど、2上がり79ですね。ラカゼと変わってません、85という感じになりました。はい、ということで今回の変動をまとめると、黒昇格1名ブラホビッチ、金昇格4名冨安選手など4名ですね、そして銀昇格1名ガビ、同昇格1名、はい、逆に降格の方は、金降格が6名結構多かったです。で銀降格が1人という感じでした。はい、一部、動画上げた後にプレイスタイルが判明した選手もね、まとめておきますので、そちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回はこんなところです。またeFootball情報をね、随時上げていきますので、興味あるという方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。